ご質問していただける？マイクを渡してあげてください。後ろ後ろ。あ、もしもし。あ、こうなったのは野党が森会桜にこだわったばっかりにこうなったんじゃないんですか。要は野党がバカちょんだからじゃないですか。話聞いてってくださいね、お父さん。質問した限りは。ありがとうございます。あのね、森かけ桜という問題に対してこれは国会の中で当然これは追及されるべきことなんですよ。だって考えてみてくださいよ。皆さんの財産の国有地がただ同然で身内に差し上げられたんですよ。お父さんちょっと待って。お父さん今喋ったんだから、じゃあ渡してあげるから、マイクコントロールはこっちです。ごめんなさい。当たり前の話ですよ。でどうして公文書の改ざんがされるんですか。絶対改ざんされちゃいけないものを総理の発言に合わせて改ざんしてったんですよ。100回以上虚偽答弁を国会でやったやつらがどうしてあぐらかけてるんですか。国家の根幹に関わる問題ですよ。他にも偽装統計いっぱいありますよ。100を超える偽装統計、統計をいじるってことは何につながるかって言ったら、この国の本当の GDP が分からなくなるんですよ。この国の経済状態が分からないってことは、国が中小企業などに対してお金を出していくっていう処方箋さえも出せない状態です。だって実態が見えないから。それを考えたならばお気持ちはわかる。野党がそればっかりやってるっていうふうに見えるからお気持ちはわかる。でもね、これね、国会がテレビで中継されるときって予算委員会が主なんですよ。でもそれ以外にも委員会がいっぱいあるから他のことも追及してるんです。ただ私は時間があるんだったら経済問題一番やりたい。だって25年不況なんだから。森かけもそうよ。で経済問題やって私は、なんだろう、政権交代起こして、でその後にあいつら逮捕すればいいと思ってんだよ。ごめん、本当に。だって不正があったんだから。まあもちろんそれが逮捕されないようにちゃんとやってますよ、いろんなものを。けど今目の前で苦しいとかね、大変な状況だっていう人たちに、あの、こ、森かけ桜だって、確かにそれは重要なことなんだけども、そればっかり見てたらもう嫌になるっていうのはおっしゃる通りだと思う。はい。だから何かって言ったらバランスの問題だと思います。違う、もっとやってほしかった。逆にちょっと待って、お父さん例えば今政治的な課題で何やってほしいと思ってますか、聞かせてください。あの GDP を増やすにはまずマネーストック絶対増やさなくちゃいけないよね。マネーストックね、それは25年間経済が停滞した理由だよね。なんでここでプライマリーバランス PB にこだわってんの、まあ、誰だって分かってことじゃない、こんなことは。イケてる、お父さんイケてる、すごいね。政府支出増やすしかないんですよ。政府が金出せなんですよ。だって不況が25年続いてるときに個人や民間でどうにかできる話じゃないんです。さっさと金すれよって、みんなの購買力を増やして社会にお金が回るようにするべきだ。当たり前じゃないですか。日本の屋台骨って中小企業でしょ、 99.7% でしょ。そこに対して労働者6割から7割でしょ。どうしてここに対してもっと元気出るような政策出さないの、どうしてアシストしないの。そのためには国がお金出すって当たり前のことなんですよ。それに対してすごいですね。ありがとうございます、勉強になりました。はい、ありがとうございます。